新幹線線系電車は1962年、東海道新幹線の開業を置き換え、試験目的の試作車として製造された新幹線車両である。いわゆる、鴨宮モデル線で、時速 256km を記録した速度試験をはじめとする各種の試験に供された。2両編成と4両編成の2編成が作られ、2両、編成は1一点1 1 0 0 2 4両編成が1 0 0一零0 0 4 0 0 5 1 0 0 6で蘇生されていた。当初は12両製作する予定であったというが、予算禁縮の要請を受けて2編成、6両に半減されたものという。1編成でなく2編成となったのは、すれ違い試験を行う必要からである。その後 C 編成が製造されて3編成となっている。A 編成と B 編成はに、 C 編成営業車両に類似している点もあるが、比較のために曲面窓とされた先頭車両など細かく見ると相違点は多い。C 編成は営業運転終了後、大阪交通科学博物館に収蔵。同館が閉館後は新設された京都鉄道博物館に移設、保存されている。以下の説明では、C 編成例形の説明については、 突起を除き省略している。立候制御には低圧タップ式を採用し、連続定格出力1 7 0ットの MT911K または MT912K 電動機を駆動。ブレーキシステムは発電ブレーキと電磁直通空気ブレーキを併設し、時速5 0トルを境にそれ以上では発電ブレーキ、それ以下では電磁直通空気ブレーキとなる。 車体は全車両鋼鉄製で、先頭部は風洞実験の成果をもとに設計された流線形状であった。ドアは外吊り式のプラグドアを採用。ボンネット前端は半透明乳白色のアクリル製で、蛍光灯が設置された高前灯で夜になると遠くからでも確認できた。一方で、横の前照灯は一等式のシールドビームであったため、 二等式の C 編成例形と比べると小さかった。C 編成例形との目立った相違点の一つにボンネット側面中央の列車番号表示用の小窓がある。本来の目的は列車番号表示用であったが試験運転であり列車番号の存在しなかった統計式の運用としてはもっぱら編成番号や試験内容を表す番号が表示されていたが 大阪東京や夢の超特急という表示が埋め込まれている写真も見られる。屋根状の今や新幹線車両の特徴ともなっている静電アンテナは、後の営業車両では全て前面に高体格を持たせたスピード感のあるスタイルとなっているが、統計式では簡素な逆 L 字型のものであった。また線路区を除く先頭車3両の運転台窓が、 曲面であることも C 編成0系との相違点である。連結面には内ホロのほか外ホロも付けられ、外観的には編成が一体に見えるようになっていた。塗色は当初赤系統のものも計画されていたが青系統のものが採用された。C 編成0系と同色の青20号のブルーとクリーム10号のアイボリーホワイトの2色が使用されているが A 編成では 白い車体の上下の角帯と配色器を青く塗装した。B 編成では配色が窓周りとスカートに青を塗装したものになっていた。C 編成例型では B 編成の塗装を修正したものが採用された。車体は全長25メートル、車体幅3.38メートル、車体高さ3.95メートルであった。車体下部のスカートは C 編成例形より長くなっていたが、C 編成例形のような頑丈なものではなかった。奥 B 編成、1003手前 A 編成、1001-06、運転席見取りずりにや、鉄道館に展示されている新幹線線形電車、A 編成の模型京都鉄道博物館に展示されている新幹線線形 A 編成の模型。1962年6月より、鴨宮基地を、 研究拠点として、モデル船で、システム全体の試験を開始。同7月に、時速 110km、9月に、時速 160km、10月31日に、雲野9万3000の持つスピードレコードを超える、時速 200km と徐々に走行速度を上げていった。そして1963年3月30日に、速度向上試験が行われ、 B 編成が当時電車方式として世界最高速度の時速 256km を記録した。これを記念し B 編成に記念プレートが付けられた。また、6月8日に A 編成と B 編成で並結運転を行った。新幹線941系電車モデル線での運用開始の2ヶ月後の1962年8月。 A 編成は観測ドームなどを設置し、河川試験車に改造された。さらに、1964年8月10日に A 編成が941系救援車に B 編成が同年7月22日に922系電気試験車に改造された。1975年8月15日に大量の例計一二次車解体のため浜松工場に新設された。 新幹線車両の車体解体設備の試運転材料となり、AB 両編成とも廃車解体された。現在、線形試作電車に取り付けられていた PS9009 系パンタグラフが鉄道博物館にある。ありがとうございます。